とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、マルチプレイ応援週間のプレゼント、合言葉を入力していきたいと思います。昨日から、4月4日まで、この1週間を、マルチプレイ応援週間っていう風になってて、毎日合言葉がプレゼントされます。その合言葉を入力すると、便利なアイテムがゲットできるらしいのよね。まあ、とりあえず入力していきましょう。まず入力方法だけど、このメニュー画面の連動お届け物、ここを選んでください。そうするとこういう風になるね。で、合言葉入力。これを選択してください。で、今回の合言葉。それはこれです。はい。ルパフナゼ、ズツナロバ、です。入力していってみてくださいね。ルパフナゼ、ズツナロバです。これが初日のプレゼントの合言葉となってます。OK を押します。そうすると何が来るか？神系検知ボール。美味しいね。他は？あ、一個だけか。神系検知ボールが一つゲットできます。でも、一個でも神系検知ボールだったら、そうね、レベル300台、400台で何回かレベルアップすると思うよ。それぐらい美味しいです。で、そしてね、アップデート、ダウンロードコンテンツ第3弾が来たでしょ。で、その時にお届け物も、届いてます。俺まだね、今日入手するんだけども、みんなにもね、届いてると思うから、ゲットしてない人は、ゲットしてください。これがね、バージョン 4.0 更新お礼パックです。もらいましょう。ガシャコイン5個。オアシストロピカル3個。スクスク肥料3個。滝行の精神3個に、エイリアンの陰謀。これは美味しいよ。エイリアンの陰謀はなかなか美味しい。で、怨念エネルギー。なかなか、また来るね。いっぱい来るな。金役人形のプラチナ。もう一発でお金持ちになるね。で、超経験値ボールが一つ。すごい美味しいアイテムだね。これは絶対すぐに入手するべきものでしょう。忘れてたらば、もったいないので、ゲットしてみてください。お届け物に届いてます。はい。で、アップデート、ダウンロードコンテンツ第3弾が来てから、ワイドロップのショップのアイテムが増えてます。それもね、全部確認してみてください。なかなか強いのがあるので、自分に合ったものをゲットしてみてはどうでしょうか。俺のおすすめは、この学園長室のショップだね。ここの新しい、武器。これ。受け継がれるクラリネット。うん。このクラリネットメモリアルの最上位バージョン。クラリネットメモリアルの次が忘れ字のメモリアル、クラリネットか。で、最上位にこれ受け継がれるクラリネット。だね。チャージ攻撃で味方の HP を回復します。この回復させるので、夢見る少年少女。それのジョブと相性が良くって、回復させるだけで、ゲージがね、変身ゲージが、どんぐらいだろうな。一人回復するごとに、4分の1ぐらい回復するのよ。なので、パーティーの真ん中で使うと、一気に変身ゲージマックスまで溜まるので、なかなか使える装備となってます。まあ、攻撃力もね、591と、かなり高めなので、まあ、持ってて、損はない装備だと思いますよ。はーい。そして、もう一つ。これ。サッ
サクな天ぷらの衣だね。天ぷらの衣っていうのがあったけども、これ防御力がね低かったのよ。でも今回新しく追加されたのが防御力195で、スキルでまあ満腹値は減りやすいけども防御力が 30% 上がる。今回の敵かなり攻撃力が上がってるので、まあいい装備を持ってない人、クリティカル無効か、ああいう装備とか、あとはタキシード、防御力があれは 45% ぐらいかな、上がる防具があるけども、そういうのを持ってないのであれば、これもね、一つ選択肢にあっていいと思います。防御力が 30% アップするっていうのは、今回かなり使えるようになるので、このサクサクな天ぷらの衣、そして、受け継がれるクラリネット、この二つは、結構おすすめできる武器、防具なので、ワイドロップが余ってる人は、まあ、ゲットしてみてもいいのではないでしょうか。まあ、あとね、風紀タワー前と生徒会のところにもあるので、まあ、チェックしてみてください。はい。ではね、また合言葉出ましたら動画出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー